じゃあ、とりあえずね、もう2時半過ぎましたんで、一旦ね、もうクリスマス終わって、まあ人混みも、まあ冬休みですけどね。一応ね、まあ、年末に向けての買い出しもね、していきたいかなと思いますんで、一旦、30分くらいか、3時ぐらいに動画を撮る上で、ちょっとね、買い物行きたいと思いますんで、この試合もね、頑張って勝てるようにしていきたいかなと思います。さあ、そうですね、とりあえず日本人の方だったのに、これ誰だ？なんかミロカラスの、なんか首と耳っぽいけど、全然わかんないアイコンしてんだよな。さ、ルールが？おー、オッケーオッケー。これでね、ブルーベリー大会の、本当の試運転ができるかな。まあ、相手がでもね、ブルーベリーポケモン限定じゃなかったら、まあ、そこまでのね、試運転にはならないですけど。ん？何やってんだ？ミスったか。ああ、フルバトルにしたかったんだ。もういいけど。ウーラオス、ロトム？あー、なるほど。アマンゴイ型か。なるほどね。困ったね。まあ、そうですね。まあまあ、おそらくペリッパーのアマゴイベースに、まあ、例えば、イダイトウのスイスイとか、その辺になってくるかなと思うんで。まあ、そうですね。もうこれ、初手にオニクスと、もう、不思議マネで行くしかないですね。あとはもう何考えたって無駄。水水されて終わり。水水とか雨乞いされて、雨乞い？まあ、雨パンですね、簡単に言うと。初手からペリッパ出てきてたの、ごめん、アド。雨乞い。よし、雨降らし、ナイス。それさえ分かったらこっちのもんだ。日本晴れからの空ビーム。さすが最速うがつホムラとうねるみなもう抜ける不思議丸だわ。ウーラオスも抜いたか。はい、オッケー。鉢巻きだったんですかね。あぶね。暴風やってきてたんだ。多分これ相手ペリッパー入れ替えてくるはずなんですよ、ここ。なので、一旦でも、イダイトウってどっちなのかな。一旦リフレクターっておきましょうか。一旦リフレクタープラス、まあ、ソーラービームイダイトウで。おー、ペリッパこのまま居座ったんだ。ってことは普通に雨乞いしたんですかね。あー、特殊型だったんだ、いないと。やべ、ミスった。あぶねー、半分持ってかれたぐらいか。あー、しかも特殊下がったのに痛い。104くらって1段階だから確実に次耐えねえな。で、暴風連打が。ほう、もったいないね。で、一応光の壁張って、そうっすね、まあ。なんだっていいんだけど、まあ、空ビームでいいか。で、やっと暴風当てていくと。で、ラグラージか。おお、色違いラグラージじゃん。かっこいいじゃん。そうっすね。まあ、電磁波巻いて、やることないんで、ソーラービームと。
しかもなんで水寺、ああ、でもそうか、あれか。確かに4倍弱点にするんだったら、水寺で2倍弱点にした方がマシなのか。わかんねえけど。だったらこれ一回ペリッパー引っ込めてもよかったと思うんだけどね。どうなんだろう。しかもネオニクスに外して暴風も外してと、ごめん、さすがにかわいすぎるわ。そうっすね。まあ電磁波入れときましょうか。で、遠吠えでソロビーム入れときましょうか。どうせ、ああ、こう選ばれたか。そら選ばれるよな。思ったより粘ったと思うよ、この人。そらそうだろうな。あのパーティーでまさか、でも本当に初手から、そうですね、ペリッパー出てきてくるって。笑っちゃいけないけど。面白いパーティーしてるわ。だ水星の弱点ってそこなんですよね、アメパは。アメパってやっぱり、言い方ですけど、ボルトロスとか使わなきゃダメよ、やっぱり。アメパはね、確実に。アメパの一番のおすすめは完全に防御と特防に振って冷たい岩を足したペリッパーベースにスカーフも足したボルトロスと追い風負けるトルネルスで、あとはね、イダイトでいいんですよ。ラグラージとかね、その辺はダメダメ。アメパじゃないもん、あれは半分。まあ、ウーラウスのね、水流連打確かに雨で威力上がるっていうのはありかもしれませんけど、あれって威力上がんの、わかんないけど、まあ、とりあえずまた、フルバトルと。さあ、相手が、鉄の岩尾の新、あれですね。まあ、昔の姿と。で、ドリューズ、テラパゴス、ラプラス、ルギア、ジュカインと。ほうほうほう、まともなパーティーっすね、結構。まあ、上から岩地面は、まあ、おそらく物理系なんですよ。そうなると、ハイドロスチームぶっ破したいんですけど、ちょっとジュカインが怖いんですよね。どうしようかな。そうですね、ちょっと怖いっすね。いやでもここ意外とうねるみなものがいいんだよな、圧倒的に。ちょっとうねるみなものでいきましょうか。まああと残ったルギアのエスパー飛行なんかと樹海に関しては、まあ爆風もいるんで、相手は、樹海と、お、しかもルギア両方とも色違いか。かっけえじゃん。ただちょっとここ出し負けした感じ強いですね。多分ね、樹海がおそらく、カルマザの可能性高いんですよ。ただこれね、リフレクターと、まあ樹海が明らかに物理系。でもね、意外とリーフストームで、白いハーブでカルマザにする可能性高いんですよ。だったらこれ、いっそ光の壁撒いちゃって、リーフストーム対策だとして、使いようしようかな。耐久考えるとバナの方がいいんだよな。一応バナ耐久に振ってるんで、いやちょっと一回バナに引いてみるか。バナに引いてみてルギアがちょっとどう動くか、これが気になるわ。おそらくルギアは 100% エアロブラストとかなんで特殊型なんですよ。一回壁負ければ多分耐えるんで。ファストガード、はい。何それ。ああ、瞑想積んできたか、やべ。それやばいな。なんか意外なワードが飛んできたの、さ、二人とも。まあでもよかったですね、ここノーダメージ変えれたんで。まあ一旦じゃあ、電磁波ルギアにぶっ込んじゃって、まあヘッドロ爆弾で。OK、まずルギアを、若干スピードを遅めにしていくと。樹海はね、多分耐久ないはずなんですよ。シザークロス持ってると。うわ、まあ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 、そんなもんか。オッケー、タスキかこれ。あ、違うんだ。
そうっすね。したら念のため、どうしようかな。日本バレ貼っちゃって、もう一回ヘドロ爆弾でいいか。日本バレ貼ることによって、樹海に植え取れるんで、どうなんかな。多分、葉緑素で取れないことはないと思うんですけど。まあ、スカーフじゃないんでね、樹海自体も。ああ、でも植え取れねえか。やべ、失敗した。そして何か外されたと。あれ？ヘドロ爆弾って外れんの？嘘でしょ。え？待って、ヘドロ爆弾って外れる？相手もしかして光の粉持ってる？光の粉とかなんか不思議なパウダーみたいな多分あるはずなんだよ。え、ヘドロ爆弾って命中率100だよな。あー、じゃあ多分なんか光の粉かなんか持ってるんだ。まあ、とりあえずこれで樹海は退場と。で、エアロブラストが外れていくと。あぶねえ。ただ、あれっすな。本当にルギアまひんねえな。うぜえな。3分の1をここまで外されるのなんか。尺に触んな、マジで。あれ、ルギアってでもエスパーだっけ？確か。確かエスパーのはずなんだよな。飛行持ってたっけな。相手が、テラパゴスか。はいはいはい。まあ、とりあえずテラパゴスもうざいんで、まあ、電磁波で行動潰して、あ、エスパー飛行か。飛行持ってるのもあるか。どうしようかな。まあ、ヘドロ爆弾入れるしかねえよな。まあ逆に言うと、相手はまあ特攻積んでるだけなんで、特攻特防。で、電磁波起きてるんで、まあ、うがつホムラで 100% 突っ張れるんですよ。で、これ結構でかいんだよな。ただ、テラパゴスにテラスタル。テラパゴスにテラスタルか。オッケー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 。何ゼロフォーミングって知らないんだけど。ちょっと待って、それ知らないぞ俺。 SVおお、さすがにやっぱりワンパン持ってかれるか。テラパゴス。よし、テラパゴスはヒットと。ゼロフォーミングは、テラパゴスがフォルムになった時、天気とフィールドで全てゼロにするだけか。オッケーオッケー、ゼロにするならいいや。どっちみち切れるんで。したらもうここ、うがつホムラ出しちゃって。いや、いいや、ここ。鉄の岩で行こう。鉄の岩をね、一撃でルギア持ってった方がいいや。で、光の壁一旦負ける余地にした方が全然マシだと思う。そうか、天気とフィールドだけなんだ、潰されんのは。なるほどね。じゃあとりあえず、光の壁だよな、壊されてんの。光の壁壊されてるんで、光の壁巻いちゃって、まあ、パワフルエッジでルギア一発と。あー、半分か。まあ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 、ネオニクスがやってくれた。まあ、ひでり負けなかったけど、これはしょうがない。大地の力。あー、やべ、これ耐えねえや。あ、でも一応壁巻いてるから。うわ、壁巻いてても半分持ってかれんだ。で、玉持ちか。それ持ってかれるわ。で、ルギアが食べ残しで。あー、まあギリギリか。多分次乱数次第って感じですかね、もしかしたら。どうしようかな。いや、もう行くしかねえな。俺はもううがつホムラ信じるわ。でも本当にルギア全然まひんねえな。あれ、ルギアってさ、状態異常平気の特性とかあったっけ。ルギア。
え、プレッシャーとマルチスケールっすね。あ、マルチスケールなんだこのルギア。じゃあ次落ちるわ。そうっすね。だから特に完全に運ゲーでまひんなかったってだけっすね、単純に。おお、結構テラボサイト持ってった。いやー、鉄人はよくやってくれた。ナイス。で、どっちみち相手、弾ダメージが入る。まあ、ここ、そうっすね。まあ、うねる水面でいいか。相手何体死んでるっけ？ルギア潰れて？あれ？俺の方がもしかしてポケモン少ない？ドリューズか。ドリューズって頑丈になるのかな、確か。多分ね、ドリューズ可能性的に頑丈高いんだよな。まあでも、とりあえずハイドロスチーム、ウブッパプラスでいいか。多分ドリューズだと頑丈の可能性が高いんですけど、あ、やっぱり頑丈っすね。あ、違う、タスキなの？あ、タスキなんだ、頑丈じゃなくて。まあ、とりあえずこれでテラパゴスも、突破と。耐えていく。で、これでちょうどリフレクターがオジャンと。で、相手がラプラスか。おー、ラプラスもいる違いなんだ。厳選したんだね、この人。そうっすね、まあ。まあ、なんだっていいんだけどね、当たれば。ん？先生の爪？あ、先生の爪持ってたんだ。うわ、それはうまいな。いや、それは防ぎようがねえや。先生の爪ラプラスか。面白いな。でも先生の爪も所詮10分の1ですからね。相手結構運いいね。まひんねえし、先生の爪は引くし。で、これでお互いラスト2対2か。ただもううちの方が爆風がほぼほぼ勝てないんで、相手がテラキオン。あー、岩タイプないっすか。あれ？これ岩だっけ？格闘だっけ？ちょっと待って。確か格闘プラスなんですよ、確か。あ、そうです。岩格闘っすね。まあ、とりあえず噴火ぶっ込んじゃって、まあハイドロスチーム入れて、まあ先制の爪引かなければ、ギリ勝てるんですよ。で、お互いに照らしたらもう切り終わってるんで、あとはもう殴るしかないんで。オッケー、うちの噴火の方が早い。あ、聖剣なんだ。あ、そこ聖剣なの？意外だな。で、これでとりあえず、テラキョンだっけ？飛んでいくと。で、多分、ドロポンを、そうですね。まあ。これは爆風耐えないんでしょうがないですね。あ、耐えるんだ。あ、そっか、光の壁まで残ってたんだっすら。じゃあ、噴火プラス、まあ、竜の波動でタイプいっちゃうぞと。オッケー。なんとか。あぶねえ。いや、でも、そうですね。ドリューズとかラプラスとか、まあ、今回のね、これもブルーベリー学園。まあ、ルギア以外ですけどね。ルギア以外ブルーベリー学園使えるポケモン。まあ、もういいポケモンじゃないですかね。樹海院がでも、あれなんだったんだろうね。てっきり樹海院ってまあ、七年の先入観ですけど、まあ、軽技ってイメージが圧倒的に強いんで。確か樹海院は軽技かな。だ、多分、草子三軒の中で、まあ、意外と使いやすいっちゃ使いやすいんですよ。そうですね、一旦に、今ちょっとまああと7分で3時なんですけど、あと1試合だけちょっとやりましょうか。尺的にちょっとこれ、今20分なんで。まあ短く終わればね、なるべく早く終わらせてって感じしたいと思うんですけど。さあ、相手が。
できれば4体にしてくれ。6体は長い。ちょっとスマホ充電しようか、やべえや。さあルールがフルバトルか、しょうがねしょうがね。さあ相手が面白いな。テラパゴス、草オーガポンと、なんだっけ、イネンか。で、ラウドボーンと、ハバカミ電流と。そうですね。まあ、ちょっとやっぱテラパゴスが重いなっていうのはあるんで、そこがどうなるかなって不安感があるんですけど。まあでもテラパゴス除けば、まあ、草毒、そしてまあ、炎、まあ、フェアリーゴースト電気なんで、まあ、ゴースト2体。まあ、毒格闘みたいな感じなんで。これどうしようかな。幅紙ってそうなんです。不思議花からっていうのはちょっときついんですよね、ぶっちゃけ。まあ、かといってうねる源とかうがつホームランみたいなこっちのドラゴン系2体出してもパコーンって吹っ飛んでいくのが目に見えてるんでそうなんですよ。こいつら2体ともドラゴンなんですよね、複合タイプ。まあテラスタル切ればどうにかなるっていうのはあるんですけど、あ、そっか。うがつほまらで言ってテラスタル切っちゃいましょうか。そうですね。それが一番楽っすね。まあ、あれですかね。実際のランクも弱いけど、試運転だけはめちゃくちゃ強い男っすからね、俺は。自負心持って言ってるやん。試運転だけは強えんだよ。ちょっとごめんなさい、多分動画カチャって切れたんで今ちょっとつけ直したんですけど、どうしようかな。まあ2人とも多分物理型だと思うんで、一旦リフレクター巻いてみましょうか。一旦リフレクター巻いて守るわ。ちょっとこの先ね、ちょこちょことカメラが飛ばかなさがるんで、すいませんね。SD カードがね、今バグって結構重くなっちゃってるんで、危ないんだよ。ぶん回す、外す。これって火傷判定つく？おお、つくんだ、ナイス。なんかかわいそうなんだけど、電流まで食らってんじゃん。ああ、しかも毒の鎖になった。やべ。え、それ電流も食らう？もしかして。ああ、さすがに電力食らわねえか。ああ、ただリフレクターされたか。オッケー、リフレクターされた。しょうがないんで、光の壁巻いて。どうしようかな。突っ張るか。やけどしたんで、もうぶっちゃけいいねん、怖くないんですよ。だから問題はネオニクスがどこまで毒ダメージに耐えれるか、そこだけなんだよな。まさか電流が壁張ってくるとは思わなかった。先生の爪、あ、いいねに聞くんだか。あー、なるほど、幅紙か。で、幅紙が古代活性で S どっち ?SC?C か。オッケー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 。 C なら全然いいや。C だったら多分スカーフ爆風が上取れるんで、これ問題なのは電流の先生の爪が何かなんだよな。なんで光の壁まで巻いただけかよ。変わんねえ、その先生の爪マジで意味ねえ。え、待って、え、壁張ってるハバカミって一発で持ってけれんの引いてるんだけど。え、うがつホームラン本当にやばくね、こいつ。え、だって俺まだ日照りしてないよ、このターン。え、普通に引くんだけど。
はばかみどころか、うがつ方のやばいでしょ、こいつ。ジャンスプールなんとか。あ、オーガポンか。オーガポンじゃない、ごめん、ラウダポンですね。ラウダポンか。まあ、どうせゴーストなんで、電磁波入るんで、どっちやましょうか。まあ、うちはね、今までのダブルバトルだと、基本的にあの、両方で殴るよって方が多かったんですけど、今回はね、ニャオニックスがサポートしながら、片っぽのエースアタッカー2体、まあ、うがつホムラとうねるみなも、これで殴っていくってスタンスなんで。あー、ラウドボーンに当てちゃったか。そこ、電流のやつ欲しかったな。あ、電流のやつがないっす。ただ、急所と。で、混乱はしていくと。まあ、これはしょうがないっすね、混乱していくのは。で、特攻が確定で1段階上がると。まあ、これもしょうがないですね。ん？ノトスプレーか。あ、違う。あ、俺がノーボンのみか。びっくりした。まあ、毒ダメージも食らっちゃうんで仕方ないですけど、まあ、相手が次何出してくるか。まあ、相手残ってんのは、3体か。毒になってるイーネーヌと、まあ、オーガポンと。あ、ごめんなさい。テラパゴスか。テラパゴスと、タバールと。いう感じになるんで。そうっすね。これどうしようかな。毒ダメージ考慮すると、ここ2本バレしたいんだよな。ここ2本バレして、俺はうがつホムラを信じるわ。しかも相手テラスタル切ってくれた。どっちどっちどっち？オッケー、テラパゴスだったら全然いい。あー、たらどうなんだ。あ、違うわ。テラパゴスがこれで先にテラスタル切ったんで、日照りは変わらないんだ。多分大丈夫だ。特性上多分大丈夫なんですよ。これでテラパゴスの0、あ、そっか、2本バレが先なんだ。2本バレで、あ、そっか、0フィールドになってから2本バレか。オッケーオッケーオッケー。全然大丈夫、全然大丈夫。で、S はうちの方が圧倒的早いんで、うがつホムラ当ててくれ、お前なら当てれる。オッケーナイス、さすがホムラ、うちのエースアタッカー。タスキ数ミリだけ残すね。もう全然いいけどさ。オッケー、しかもラウドボーンしびれて動けないと。これどうしようかな。一旦鉄のように引くか。一旦鉄のように引いて、あ、交際バルだか。オッケー、ナイス。いや、よく鉄の、よくあれだ、あいつは作れた。よーし、ナイス。大人げねえかしかったですけどね。まあ、ちょうどこれで3時か。まあそうっすね。まあ意外と今日ね、本当にあれか、伝説ポケモン1試合だけコッパみじんに、3試合か、動画撮って負けましたけど、そうっすね。まああの、本当になってたらいいの。まあ今回、まあ新しくね、なんだっけ、ジュライドン？ジュライドンじゃねえ、なんだっけ、名前忘れた。ジュラルドンか。ジュラルドン、ジュラルドン？なんだっけ、あの、橋のポケモン？まああいつ抜いてね、あ、ブリジャラスか。ブリジャラス抜いて、今回新たにね、まあ爆風から、ごめんなさい、バシャモから爆風に、まあ、変更しましたけど、そうっすね、やっぱりこのパーティー結構強いなって感じしますね。まあ、特にやっぱりね、古代活性を日照りにね、ちょっとね、なんとかね、動画撮りたくなっちゃったんですけどね、まあなんとか試合終わって。まあそうですね、やっぱり今回のチーム的にね、まあニャオニクスが、そうですね、本当になんとかね、起点になってくれて、まあ相手一体止めつつ、まあタコ殴りにしていく方なんでね、まあどうしてもこれなんですけど、まあでも、やっぱり難点としてはね、そうですね、まあ強いて言うならやっぱりテラパゴスが重いって感じですかね。まあテラパゴスがね、ステロタイプのテラスさんに切ってくれるんだったら、まあ全然ね、楽なんですけど、まあ、テラスタローをね、テラパゴス以外に切るよっていうパーティーに当たっちゃうと、どうしてもね、重くなるんで、その辺はね、まあちょっとこの、まあテラパゴスも、ちょっと今後ね、まあ、そうですね、様子見ながらっていう感じにはなっちゃうのかなとは思うんですけど、まあでも本当にね、ブルービリー大会でテラパゴス使えるんだったら、うん、テラパゴスもね、一応、まあ補助要員には、全然使えますんで、まあ、補助要員にはね、していきたいかなとは思うんですけど、ただどうしようね。テラパゴス、そうなんですよね。まあ普通のね、この画面のテラパゴスだと、まあそんなに強くはないっていうテラパゴスなんですけど、それが一応ね、タイプ変わると、まあそれなりに使えて、ちょっと待ってくださいね。テラパゴスと。まあなのでね、次はね、まあできれば、でまあ正直言うと今うちのパーティーって結構これでチーム綺麗に組めれてるんで、まあ6対6のフルワザルの時も、4対4の時も。まあなので多分テラパゴスを俺入れるかって言われたらちょっと微妙なね、状態になっちゃうんですよ。まあ誰抜くんだって話になるんで。
で、まあ、テラパゴス自体、まあ、この、まあ、この状態の種族値、まあ、このちっちゃい仮面の時より、まあ、その、なんつうの、バトルに出た時、まあ、テラス戦術した時っていうのが、まあ、普通にね、B 種族値と、まあ、B と C、B と D か。B と D がそれぞれ110ずつ。で、C が105。で、HP95。で、ステラになるとね、まあ、HP がググッたがって160。で、CB、そうですね、B と C か。B と D は110のまま。で、C が105から一気に130まで上がる。まあ、アタック型。まあ、そうですね。防御も型5つアタック型になるんで、まあ、全然ね、ステラタイプのテラスタイル。まあ、種族値700と。悪くはないね。種族値は誇れるんで。そうですね。だから、まあ、次はちょっとテラパゴスもね、入れてみて、試運転はね、してみたいかなと思います。まあ、そしたら何のちょっと道具も出せるか。まあ、素早さがやっぱり遅いんで、そうですね。まあ、種族値 C 高いのを考慮して、貝殻の鈴とか、まあ、食べ残し。まあ、うちのパーティーがね、ちょっと食べ残し誰一人として持ってないんで、そして食べ残し入れるパーティーっていうのもね、悪くはないかなとは、個人的に思いますんで。そうですね。まあでも、誰抜くって話になるんですよね。まあ一応補助要員、まあ物理特殊、物理特殊特殊。なので、まあできればね、抜くとしたら特殊型になるんで、まあ不思議花、になっちゃうのかな。やっぱり揚力素的な問題も考慮すると。不思議花はね、やっぱり揚力素負けないと、どうしてもね、ゴミっぺらいことになっちゃうんで、まあ揚力素考慮すると、もう不思議花抜いて、そうですね。まあテラパゴスかなって感じにもなると思いますんで。そうですね。その辺は、どうにかしていきたいかなと思います。一応ね、まあ、あの、ブルブル大会じゃね、年明け、全然ね、後の大会になりますんで、15日からとかかな。確か15日からとかで、だいぶ遅いんでね、まだまだ、年内いっぱい。まあ、まだ今日26日なんで、まだね、年内も、4、5日ありますんで、全然ね、試運転とかもできるんで、まあ、これからね、ブルブル図鑑のポケモン見ながら、まあ、ブリジェラスとか、まあ、バサギリとか、その辺のポケモンもね、まあ、どうやってチームに組んでいくかも決めつつ、そうですね、やっていきたいかなと思いますので、一旦今日はね、これでお会いして買い物に行きたいかなと思います。ではまた次回に出てしまいました。ありがとうございました。